知恵袋でこちらのご質問を見つけました。変数がイント型のね、i とか j とか、これをポインターにしたいと。その場合にどういうふうになるのかと、こういったご質問です。じゃあ早速これね、お示しのこのプログラム内容をコピーしまして、ビジュアルスタジオにこう貼り付けて、実際にやってみます。ユニコード、なんか文字があれかな、文字がちょっと通常とは違う文字が入っているようです。これね、これ難しい。これね、これ色が違うじゃん、これ。円の記号が、なんて言ったらいいかな。アスキー文字のバックスラッシュというね、記号がありまして、その円記号、なんて言いますかね。見た目がね、これほとんどそっくりなんだけど、違う文字なんです。こちらのね、円の記号を書きます。これが国際的には正しい、国際的には正しい、円の記号として正しいが、改行の意味にはならないです。ちょっとこれね、書き換えが、N は構わないんだけど、この円が違いますね。これでセーブできました。ちょっと、あれか。綴りを直しておきますね。ここね、スペースかタブ、ちょっと開けておきましょう。あとは、セミコロンがないか。こんな感じですね。動かしちゃいましょう、まずね。と、こんな感じで、小さい順にナンバー1、2、3、4、5ということで、並べ替えが行われて出力されると、こういった。ちょっとビルドの時に何か出てたな。これね、これでもね、全然間違いじゃないんです。ないんですけども、一応ね、イントと書いておきましょうか。これであれば、何も出ないから。では、この状態から早速そのご相談の内容にね、入っていきたいと思います。で、ご相談は、これね、変数の宣言が出ています。じゃあ、ここが変わるんだな。こんな感じで。i とか j とかがなくなって、代わりに pa, pb になりましたと。ポインターの、やっぱりね、ポインター変数というものを、まだ慣れてない場合難しい。慣れちゃうとね、もう全然なんでもないんですけども。さて、どういった考え方をするかと言いますとね、ここの、i イコール0っていうやつを pa イコールナム配列の0番目、この形、これをね、覚えていただくといいかな。ゆえに j の方もですね、 pb に今度なりまして、 pa、 ゆえにじゃないね。これ全然違うね。なんて言ったらいいかな。ちょっと話を元に戻しましょう。PA に、こちらのね、配列の先頭要素、70ってありますけどね。この要素のアドレス、0番目の要素のアドレスを PA にセットしますよ。PB には PA の現在位置の次。PA が今指している要素の次、たす1っていうのは次ってことですね。次のアドレスをセットしますと。
これちょっとどうかな、余計に混乱するのかどうか分かりません。こういった書き方もできます。どうでしょう、分かりやすいのか分かりにくいのかがちょっとどちらか分かりませんが、こう書いてもいいんですよ。同じことです、全く。はい、一応この形にしておきましょうか。で、こちらはね、0番目の要素のアドレスというのは実はこのように書くこともできます。どっちでもいいってことなんです。これでもいいし、これでもいい、どっちでもいいです。まあこう書くことが多いのではないでしょうか。でも NUM という配列を PA にセットしているのではありません。0番目の要素のアドレスですからね。これが意味合いとしては分かりやすいんじゃないでしょうか。まあこう書いておきますけど、どっちがいいでしょう。どっちがいいでしょうか、ね、まあ多いのはこの形でしょう。まあこっちにしておきましょうか。じゃあ、はい、そして次に、i という変数が num-1 より小さかったらという条件だったんですけども、 i という変数はなくて、PA というポインター変数が何かより小さい、何かより小さい、num-1 っていうのはこれかな。なのでこの要素のアドレスですね、場所、アドレスより小さい PA が num の num-1 と、こう書くといいです。この場合は省略の書き方はないです。まあ別の書き方といえば、まあこうです。これもちょっとどちらがお好みか、どちらが分かりやすいのかは、ちょっと何とも言えないですね。こちらにしておきましょうか。はい、で、i++ だったところは、今度はね、pa++。ちょっと、どうでもいい話なんだけど、この方が自然という気はしております。後ろに書く意味がないんですね、これね。ないんですが、書いちゃいけないってことはないですよ。いいんです、別にどちらでも。次です。 PB につきましては、先ほどご説明しましたように PA たす1と、こういうこと でこの J が PB になりまして、ここは上でやりましたよね。同じ、こんな形ということですね。J++ も PB++ と書けばいいです。はい。次に、これですね。これはね、NUM の i 番目というのは、今や PA が指していますから、PA と。i 番目の値ですからね、これね。PA と書くとアドレスになっちゃうので、アスタリスクを書きます。はい。じゃあ、これで書き換えましょう。で、こちら PB ですね。はい。これでうまくいった。こんな感じ。まあ、あと、またこれもね、全く余計な話で、ちょっと、これ、このお話を今ね、していいのかどうかわからないんですが、通常このように書きます。ここに用意しておく意味がないです。すぐ近くでやるのがいいですね。ただ、まあ、繰り返しになっちゃいますが、別に、これでいけないってことはないです。これでいいです。はい。で、これね。i という変数はないですよと。上と同じね。これと同じ。で、こちらも、こうですね。はい。ここまではいい感じですね。これがね、難しい。何番目なのかです。ここでね、ポインターの引き算をやりますよ。はい、PA-NUM とは何なのか。これはポインター PA が NUM というこの配列の
何番目なのかがこの引き算で得られるんです。得られますけども、0番目から数える形になりますんでね、足す1をするんだと、こういうことです。あ、もうできちゃいましたね、これでね。実行しましょう。うん、いいですね。はい、なんかビルド時に出てましたね。うん、あ、これね、これ結構大事、ここ。うん、これね、アドレスの引き算でしょ。そうしますと、イント型とは限らない、限らないっていうかな、なんて言ったらいいかな。あ、今ね64ビットでやってますね。 Windows の64ビットですと、これはイント型ではないんです。もうはっきり申し上げて、ですので、いや、イント型よりももっと幅が広い64ビット整数になるんです。このような、この部分でそうなるんです。なので、パーセント D だとね、ここね、合わないですよ。合わないけど、実行の上ではさっきね言いましたように別に問題はないです。動かす上では別に問題はない。ただ形式的によろしくないですよ、ということでね、イント型にキャストと言います。これキャスト演算子です。この中身が、あ、これ括弧必要ですからね。これね、書かないとまたちょっとまずい、意味が全然違っちゃいます。 PA に対してのみ作用するキャスト演算子、そうではなくて、この引き算足し算全体、この中に対してイントというキャスト演算子を適用したいということなんです。まあどうせね、1番2番3番とかなんか小さな値ですんで、全然これで問題はないというわけなんですけれど、まあちょっとね、ややこしい話になっちゃいますね、今のはね。まあ意味合いとしては、ポインターの引き算の結果はイントじゃないですよ、イントとは、ちょっと違うです。そのちょっと違うというのが、災いを起こすことがないとは言えない。まあないです、 Windows の場合は。だからなくても動かす分には問題ない、ないんだけども、形式的にダメなんですよということで、このように書きました。以上になります。肝心な話よりちょっと今の余計なここの部分のね話が長くなっちゃいましたが、まあそれだけにちょっと難しい、ここがね。他はあんまりそんなに難しいってことはない。そのポインターの基本的なやり方ということになろうかと思います。はい、これでお答えは終了。待って、せっかくなんで、ちょっとさっきねお話しした、いや、こうした方がいいんじゃないですかのお話を少し、ね、させていただこうかなと。これはね、全然もう見なくていいです。お答えとしてはもう終わってますんで、見る必要はありません。まずこのポストインクリメントというやり方、これ非常によく見ますね。法文でどういうわけか、ポストインクリメント、このね、ポスト後でプラスプラスっていうやり方は特殊なやり方なんです。特殊な場面にとっておきたいですね。普段こうする必要がない。はい、なのでこのプリインクリメントの形に持っていくのが妥当ではないでしょうかね、というふうに思います。それからもう一点は、変数はですね、用事があるときに登場させる宣言ですね。この宣言の必要があるときに宣言をすると。PB はいらないの、この段階ではね。なので PA だけを宣言すると。そして PB に関しまして、こんな感じでね、で添付もいらない、ここではいらない、ここでいるんですね。まあ、コンストっていうのは添付という変数に
この値をセットしましたら、その後変えませんからね、変えない場合はコンストです。ここにはコンストはつけませんよ。変えるからプラスプラスしてますからね。 PB もプラスプラスしてます。コンストつけません。まあこんな感じが、望ましいかなと。まあ望ましいって、あの価値判断ですから、いや別にそんなもう余計難しくなっちゃったよというふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれない。まあだから人それぞれっていうふうに言ってもいいかもしれません。まあただあの、何が正しいの、本当に正しいのは何というふうなあの疑問を持っていらっしゃる方は、あのこれが正しいですという私の価値判断としてそのように申し上げたいと思います。でまああとはあの C 言語のコンパイラーも進化してましてね、コンパイラーっていうか、ね、C 言語自体言語があの進化してまして、法文でこのように書いてもいいんですよ。ダメなコンパイラーもありますよ、ありますが、もうほとんど今そういう古いコンパイラーを使われてないんじゃないかな。どうでしょうか。はい、このように書くことができます。法文の初めにその法文で使用する変数、モニター変数でももちろんいいわけです。このように書くことができます。まあただここ困っちゃうね、これね、そういう意味では、まあ、ここだけはじゃあ外に、あスコープって言いましてね、こう書くとこの法文でもう役目は終わっちゃうんですよ、この PA という変数。 なので次のこの法文で PA という変数はもうないんです。ないのでこうやってね赤く出てる、こうやってエラーになっちゃう、それですから PA だけじゃまた後で使うし、法文の外に出しときましょうかと、まあ、こんな風にしてもいいんじゃないでしょうか。 PB は使わないからここでしか、添付もね、添付もここでしか使わないと、このような形が望ましいんじゃないでしょうかねと、私の価値判断ですよ。私のっていうのはだから C 言語プログラム作りを非常に長くやってます。 C 言語っていうか、まああの後に C++ に切り替えたわけですけれども、まあ同じものです。 C 言語のそのプログラミングのこれが正しいっていう、そういうやり方の面では、大きな違いはないというふうに考えております。まあそういう意味で、何十年か、何十年でしょうか、30年でしょうか、35年でしょうか、ぐらいやってますので、そういう中での価値判断としてこのようなやり方がいいですよというふうに申し上げたい、というふうに思います。以上です。まあだけどこれは繰り返しになりますが余計なお話で、先ほどでもう答えは終わっています。これはこの方が望ましいです。この方がプログラム作りの力がどんどんこの身についてきた時にさらに力を伸ばしやすい形です。そうではない形の場合は変更を余儀なくされるか、力が伸びにくくなる、プログラム作りの力が削がれる恐れがあるというふうに私としては思っております。以上です。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。あ、これねちょっとビルドだけしてエラーが出ない、エラー警告がないことは確認、動かすのも一応やっとこうか、はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。これで終わります。